どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は、おそらく永遠に解明できない宇宙の深すぎる謎3選というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。この宇宙には数多くの謎があり、それらを解き明かすために多くの研究が実際に行われていますし、過去の研究によって実際に多くの謎が解明されてきています。それでは、このまま人類の科学技術が進歩していけば、いずれはこの宇宙の全ての謎が解き明かされるのかというと、残念ながら現時点の枠組みだとその可能性は低いと言わざるを得ません。なぜならそれらの中には、現在の理論だとどうあがいても解明できそうもないという壮大すぎる深すぎる謎が含まれているからです。今回はそんな解明できなさそうな宇宙の謎を、解明できなそうな理由も含めて3つ紹介していきたいと思います。まず1つ目はブラックホールの中身です。ブラックホールというのは、一般的に太陽の30倍よりも重い超大質量の恒星がその一生を終える際に、星の核が自身の重力によって中心の1点に向かって際限なく押しつぶされることで形成されるというふうに考えられています。で、このブラックホールの中心にあって、ブラックホールの全質量がそこに集中しているというふうに考えられている中心にある体積ゼロの1点というのは特異点というふうに呼ばれています。そんな特異点の周囲だと、もう重力が極めて強くて、そこから脱出するために必要な速度、これは脱出速度なんですけど、これが光速を超えてしまっています。ですが、特異点から離れるほど重力が弱まっていって、脱出速度が光速と等しくなる境界面が、事象の地平面というふうに呼ばれています。ブラックホールの事象の地平面の内部領域や特異点で何が起こっているのかというのは、もう本当に気になるところなんですけど、残念ながら、現在の物理の枠組みではそれらを知ることは永遠にできそうもありません。なぜならこの宇宙で、物質が出せる速度には光速という上限があるためです。これはこの宇宙の仕組みというか、観測から得られた明確な事実であって、アインシュタインの相対性理論も、この光速度が不変であるという事実をもとに成り立つ理論となっています。光速が不変である以上、脱出速度が光の速度をも上回るほど、重力が強くなっているような、この事象の地平面の内部に一度でも入ってしまうと、そこからあらゆる物質も光も、そして情報も光を超えて、光速を超えて伝わることはないので、情報も一切出てくることはありません。なので、ブラックホールの内部というのは完全に一方通行の世界が広がっているというわけです。私たちがブラックホールの事象の地平面の外の世界にいる限り、そしてこの宇宙の速度の条件が光速である限り、ブラックホールの中身のことを知ることはできないでしょう。できるとしたら、現在の枠組みを超えた何らかの形で光速を超えるワープと呼ばれる技術が、確立される必要があります。ですが、現時点でその方法は全く分かってませんし、そもそも、そんなことが可能なのかということも、それすらも分かっていません。空間的な宇宙の果てやそれ以前のこと。続いて、2つ目の絶対に解明できなさそうな謎は、空間的な宇宙の果てについてです。先日の通り、物質の速度の上限は光速度なんですけど、宇宙空間の膨張速度には上限がなく、現在の宇宙でもその膨張速度は光速を超えているというふうに考えられています。そして、初期宇宙ではインフレーションという、もう光速なんて比較にならないほどの異次元の速度での、宇宙空間の膨張が起きていたっていうふうに言われています。そんなわけで、この宇宙はとてつもなく広いんですが、あまりに広すぎるゆえに、宇宙が誕生してから138億年かけてもその地点からの光が一切届いていないほど、地球から異次元に遠い領域というのも存在していると言われています。つまり、地球から光で観測可能な宇宙にはこのように限界がありまして、それ以前に遠い、場所についてはまだ地球に光が一切届いてないので、どれだけ観測技術が進歩しようが、光を使って時点で、原理的にそれを観測することはできないというわけです。さらに、時が経つにつれて、より、遠い宇宙からの光というのも徐々に地球に到達するようになるので、地球から光で観測可能な宇宙の範囲というのは、時間が経過するごとに徐々に広がっているっていうふうに
言われてるんですけど、この宇宙の膨張速度が非常に速いので、どれだけ時間が経過してもそこからの光というのが永遠に地球には届かないような、光では永遠に観測不可能な領域というのも存在する可能性が高く、その領域についてはもう本当に途方もなく広いというふうに考えられています。まあ、ただそれを確かめることも、残念ながら観測不可能なので、光では確かめることはできません。地球から光で観測可能な宇宙というのは、現在の距離で、地球を中心として約465億光年の範囲で広がっているというふうに考えられていますが、観測不可能な宇宙を含めた全宇宙の真の大きさというのは、それこそ日本語の単位では表せないほど巨大な可能性もあります。で、口述するんですが、実は、重力波などの光以外の手段を使って観測すれば、観測可能な宇宙の範囲が大幅に広がると言われています。まあ、とはいえ、それでも空間的な宇宙の果ての姿を捉えることは極めて難しいでしょう。またこの宇宙の外側には、無数の別の宇宙というのが存在していて、それぞれで別の物理法則が適用されているという考え方もあったりします。ですが、まあ、それが事実なのかどうかというのを確かめるのは、この宇宙空間の果てを見つけることよりもさらに難しそうです。空間的な宇宙の果てを見るためには、まあ、やはり観測者が光速を大幅に超えて移動する手段が必要になりそうです。もしもワープ技術が確立されれば、ブラックホールの中身だけでなく、この宇宙の果ての仕組みなんかも解明される日が来るかもしれません。そして最後に、この宇宙が誕生してビッグバンが起こる瞬間やそれ以前のこともわからないかもしれません。宇宙が誕生した瞬間から約38万年後、この宇宙の温度が3000度程度にまで下がり、宇宙空間に自由に、このように存在していた電子という構造が、原子核と結びついたことで、光が、この電子の影響を受けずに直進できるようになったと考えられています。まあ、もともとはこのように自由に電子があったので、光が直進できなかったんですが、はい、このように原子核と電子がセットに存在するようになったことで、光がこのように直進できるようになったと。これが宇宙誕生後から38万年後の話になっています。そのため現在観測できる最古の光、つまり光で観測可能な宇宙の果てから放たれた光というのは、宇宙誕生後38万年後の宇宙の晴れ上がりの瞬間の光であるということになります。この最古の光というのは宇宙背景放射として、現在の地球で実際に観測に成功しています。このように光を使って観測できるのは、距離にして地球から、465億光年、時間にして、宇宙誕生の瞬間から38万年後、までなんですけど、例えば、重力波など宇宙の晴れ上がりの以前でも他の物質の干渉を受けなかったものを使って観測できれば、地球から465億光年よりも遠い場所の、そして宇宙の誕生から38万年後よりもさらに古い、情報をつかめる可能性があるというふうに言われています。重力波というのは非常に微弱なので、現在の観測技術では極めて、難しいことなんですけど、理論的には宇宙誕生後わずか10のマイナス36乗秒後に起きたとされるインフレーションの瞬間に発生した原子重力波というものを捉えることができる可能性があるようです。もしも原子重力波が捉えられれば、宇宙の歴史の大部分を知ることができるようになりそうですが、そのインフレーション以前の本当の宇宙の始まりの瞬間のことだったり、それ以前の宇宙が始まるそもそも前の世界については知ることは難しいかもしれません。この宇宙が始まる以前は時間も空間も存在しない完全な無であった、もしくは膨張と収縮を永遠に繰り返している、ビッグバンとインフレーション、そしてビッグクランチを無限に繰り返しているみたいな、そんなシナリオだったりとか、まあ、さらにはこの宇宙には終わりと始まりがそもそも存在しないっていう、理論もあったりとか、まあ、この宇宙のあり方については様々な説が存在してるんですが、いずれ、まあ、今回紹介した壮大すぎる謎たちが解明されることに期待しつつ、宇宙の謎に思いを馳せていきましょう。ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙系の動画を日々投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。
サブチャンネルの科学ヤバイチャンネルでは、アニメーションを用いて宇宙に限らず、広い科学分野の動画を投稿しています。こちらも合わせてご覧ください。